shadow in my room, caught between cowboy clouds and misty. 遠かったね。群馬の草津温泉ホテルにチェックイン。ホテル1位、なんか結構人気のところみたいだよね。あったけど目の前だからね。最後の一室だったからさ、ほんと撮れてラッキー。部屋から見える湯畑が楽しみ。まずいな。今日はなんと部屋食。すごーい。ただー、美しい湯畑。部屋から真下に見えるここの今工事してるところ、草津名物の湯もみが目の前。そして湯畑ビュー。今日泊まるホテル1位のお部屋紹介。ここが洗面でついてるのは、あ、この形のさ、ドライヤー旅館に多いけど、それでこの新しいドライヤーがついてるの珍しい。お風呂、部屋にも一応お風呂がついてます。あと入り口にお茶ポット、あと湯の花まんじゅう。お部屋はこんな感じ。もうここを選んだのは完全に一択。部屋から見える湯畑。ちょうどなんか天気悪くてさ、雰囲気醸し出してる。温泉以外の煙がいろんなところに見て、ああやって霧がかかってて、部屋から見てるこの景色気持ちいい。あ、ほら、どこ、あー、ほんとだー、入りたい、いい香り。浴衣ここかな。あった。浴衣は借りよっか、せっかく外歩くならね。え、借りよう。ね、下行って後で選ぼう。待って、やばい。これにします。あ、しかも帯にも選べるよ。これ可愛くない？ギリギリご飯に間に合ったけど、浴衣着てないから浴衣着よ。草津のドレスコードだよ、だって着ないと。グツグツしてきた、いい香り。ご飯も美味しそう。いい香り。いただきます。食前酒ブルーベリーワイン。うーん、乾杯。乾杯。え、かわいい。温泉チョコレート、かわいくない？か、大人気商品だって。これかわいい。Life can switch from light to dark. よし、いっぱい。はい、大盛り。いい香り、硫黄の香りが、ね、あ、こっちはこうなってたね。いい香り、温泉の香りが。きれい。本当だ。
ホテル出た時そんなことなかったのに、本当にこの1位のホテルにしてよかったね。泊まってるホテル、あの目の前、ロケーション抜群ね。ね、してたね今1時間ぐらいかね。気持ちいい、ずっといたい。雨降ってなかったらもっといたのに。食べに行きます。昨日部屋食だったから会場どんなだろうね。ね、楽しみ。おお、前が取れた。めっちゃ有名だよね、鳥皮。鳥皮？え、それだけ？だってこの後まだ食べ歩きとご飯食べるよ。まだどれだけ食べる気？じゃあ、タン塩と鳥皮。はい、すいません。7分？7分。
じゃあ意外とかかるね、焼きたてだね。ゆめさん焼き鳥食べるんですよ。え、でも有名なお蕎麦屋さんがあるんでしょ。有名なお蕎麦屋さんがある。有名なお蕎麦屋さんに行きたいです。でもいつも並んでるんだよね。ここイエーイ、今日のランチは大人気のお蕎麦屋さん。パンダが一人でお蕎麦屋さんに並んでるので焼き鳥を取りに行きます。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい香り。美味しそう。これ何？ゲタカルビ。いい香り。超美味しそう。いただきます。もうすいません、今お蕎麦待ちなんですけど。え、また食べたい。これじゃない？まあそれが一番オーソドックスなメニューだよね。鶏肉寿司。美味しそう。ちっちゃ。ケサラですが大丈夫なのかな、このケサラ。こぼれそう。小さめ。いただきます。うん、おいしいよ。うん、おいしい。はい、どうぞ。お姉ちゃんたちのまんじゅうの味です。食べてみて。ありがとうございます。え、めっちゃおいしいよ。